何？これは孫の手です。どうやって使うの？こうやって。うわ、私は花子様にどんなことでもお教えしなければならないのです。なので。ねえねえ、将棋って何？お尻からビーム出す競技です。やってみて。ちょっと前田さん、何やってるの？ねえねえ前田、将棋やって。お尻からビーム出してくれないと寝れないよ。ビーム出すのもういいから。ねえ、それケツの中どうなってんの？お金出してあげるから。花子様、一週間前までオーケツからのビーム、あんなに喜んでたのに。僕は一週間前まであれを喜んでいたという姉のメンタルが本気で心配。